V ジャンプレイ公式ニュース小池美優です。よろしくお願いします。そして V ロンド V、その V ジャンプレイ公式ニュースでは毎日18時にジャンプに関するニュースをみんなにお届けする V。 今日落ち着きないな小池。V ロンが動かない代わりに動いてるけど。ありがとね。漂ってるだけだから俺空間を。これはありがとう、ありがとう。今日もよろしくね、V ロン。よろしく、頑張っていこう。うん。というわけで今日も特大ニュースを持ってきた V。ありがとうございます。本日のニュースは約束のネバーランド、約ネバ展、実写映画、アニメ2期の3大プロジェクトのお知らせ V。うわー、豪華すぎる。もう全てが輝いてるよ。もう聞きたい。三大プロジェクトですから。今年の年末から役ネバのプロジェクトが一気に動き出すべい。おー、まずはこちらが12月11日から始まる約束のネバーランド展のキービジュアルべい。おー、これかー、すごいよー。おー、すごい。うわ、めちゃめちゃ、なんで V ロには見せられないよ。 V ロには見せ、まだ見てないの、でかいやつは。もうこのエヴァの笑顔かわいすぎる。あー、待ってどうした、こっちのノーマンね、こっちのこっちのノーマンね。見えてないのよ。はぁ、かっこいい。どっちのノーマンなのか教えて。ここからのノーマン一番かっこいいんだよ。角度的な問題だ。この後ろ姿もしかして、何、面白い教えてほしい。さらに実写映画アニメ2期のキービジュアルがこちら V。 おどどん、これか。どうよ小池、もういつもあの笑顔にあふれる、あのエマからのこの決意に満ちた表情っていうの、はい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 、いや、このギャップが好きなんだよエマの。まあね。うわ、実写映画のキービジュアル見て、すごい、ちゃんと大きいやつ見て。俺天使、ここに出てるはずなんだけどさ、俺まだ見れてねえのよ。全員天使だよ。全員天使、いいなあ。これなんかますます楽しみになるよ。そうよ。そしてね、今回約束のネバーランド実写映画30秒 PV 完成動画がちょっと到着しているということ。え、見れるの今日。そう、ここでドドンと。待って見れない。無理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 。見てね、仕事だから。無理だって、仕事だから見て、マジで。いや、詰め込みすぎ。早速だけど、じゃあ、はい、行ってみましょうか。違うよね、さっきのはママじゃない。出荷まで逃がさなければいいのよ。ガサ入れよ。そろそろ頃合いかしら。みんなで行こう。僕らなら逃げられる。脱獄だ。約束のネバーランド。楽しみすぎる。いや、これすごいね。なんか何、最後の表情、確かにめっちゃドワッてした。なんかもう意味ありげなね、うん、表情のやつで。私たちはさ、うん、もう漫画で絶対読んでるはずなのに。そうなのよ。ドキドキしたもん。なんか確かになんとなくはね、分かるはずなんだけどね。うん、ここがこうで、あ、このシーンだって知ってるのに。そうなのよ。ドキーンってして、わ、楽しみだよ。みんな、約束のネバーランド、約ネバ展、実写映画、アニメ2期の3大プロジェクト、絶対にチェックするべい。さらに現在、約束のネバーランドの画集とファンブックも鋭意制作中 V。 コミックス、原作、映画の最新情報は約ネバの公式ツイッターで配信中。みんなもフォローする V。 うん、みんな全部チェックしてね。そして、うん、さらにね、今日はもう一つ、いやいや、ニュースが。もういい大丈夫、大丈夫。もうだって詰め込まれたもん。いや、そうなのよ。今、ホワホワしてます。私も役ネバでね、3つでかいの来たけど、はい、鬼滅の刃、アプリゲーム、鬼滅の刃、血風剣撃ロワイヤルの最新情報をお届けするべい。おー、ついに最新情報が。まずはね、最高にかっこいいキービジュアルべい。あ、見せてください。これだー、かっこいい。いいよいいよ。あ、もうこのね、炭治郎のね、うん、水のこの動きがもう素敵すぎるんだよね。待って、しかもね、ねずこちゃんもこの戦うスタイルの方ね、うん、はいはい、戦うスタイルの、はい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 、ここから出てきてね。全員がかっこいい。全員ね、コスプレもしてるから。全員がかっこよすぎるよ。
このもう行く前ね、霹靂一閃行く前ね。さらに今回は初期実装キャラ義勇忍のキャライラストを公開するべ。初期からそんな義勇と忍が初期実装キャラ。はあ、楽しみすぎる。義勇さんがかっこよすぎるよ。待って、私今義勇さんと目合ってる。いや違う違う違う、義勇さんと目が合ってる。画像だから。こっちも目が合ってる。いや、そして合わさなくていいから。こっちだけ。だいぶ遠くを見てるよ、今。嬉しい。これはかっこよすぎる。かっけ。そしてそして、あ、美しい。しのぶちゃん。美しきしのぶ様が。かわいい。かわいい。やっぱりこの刀かっこいいよね。その返しみたいのがついてるやつね。ね、かっこいいのよ。楽しみになってきたよ。だいぶちょっとね、こう想像が広がって、うん、どんなゲームなのかなって今からね、楽しみでいい。ブイラン続けてて、私これ見てるから。いやいや、勝手に進めさせるのよ。鬼滅の刃、血風剣撃ロワイヤルは2020年内に配信予定ブイ。みんなでもうね、絶対にプレイしようブイ、うん、いや今日もたくさんあったね、情報。情報が今日も盛りだくさんだから、うん、台本がどんどん分厚くなってくる。でもね、届けたいからみんなに。届けたいから、本当に。というわけで、今日の V ジャンプレイ公式ニュースはここまで。みんな最後まで見てくれてありがとう、V! ありがとう。明日も18時から V ジャンプレイ公式ニュース絶対に見てね。せーの、またねー。